死んだ馬は、松本清張の小説。小説宝石1969年3月号に、掲載され、1969年5月に、中編集、内海のは収録の一作として、公文社から刊行された。1981年2002年にテレビドラマ化、されている。銀座裏のバーのマダム、石上美佐子は、店を開いて3年後。 和風建築家の池野常也と出会う。池野が、東大一流の建築設計家で、相当の財産を持っているらしいことを聞いた三伊佐子は、再度の来店時に池野を誘い出した。病災を失った63歳の池野は、33歳の三伊佐子と再婚した。三伊佐子は、夫の設計事務所の経理主任、日渡鋳造を味方につけ、 夫の収入の実態を把握したが、2年ほど経つと、池野の肉体的能力の衰退とともに、設計の才能が枯渇してきたことに気づく。夫が死んだ後も、設計事務所を維持し、自分の名声を高めたい三位佐子は、事務所員の中でも飛び抜けて、優秀な秋岡達夫に近づく。三位佐子はバーで培った技巧を駆使し、 女性経験のなかった秋岡は3、差後の十中にはまる。松本清長の死んだ馬殺人設計図。1981年4月25日、テレビ朝日系列の土曜アイド劇場は国手放映。視聴率14.4%。松本清長没後10年特別企画、死んだ馬、殺意の接点。2002年4月22日。 TBS 系列にて放映。原作の人間関係を残しつつ、殺人の舞台を縦品高原とし、殺人方法や犯行発覚の経緯などは本、ドラマオリジナルの設定となっている。ありがとうございます。